はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。動画久しぶりになってしまって申し訳ございません。正月休みをね、遅めの、正月休みをいただいておりました。1月の1日から、4日で12本ぐらい動画を出したので、疲れ果てまして、ちょっと遅めのね、正月休みをいただいていたんですが、今日からまた元気にね、動画は投稿を再開していこうかなと、思っております。まず一発目、規制されたらしいですね、ハーピーの狩場っていうスキルが。ってことはですよ、まあ、狩り場じゃないスキルだったら規制されてないんで、まあなんとかなるかなと思って、まあ今回組んできたデッキこちらなんですけども、ハーピーの石っていうね、このスキル皆さんご存知ですか。ハーピーの石っていうスキル、これ最強スキルなんですよ。墓地にハーピーカードが4枚以上あれば、デッキ外からハーピーの羽根防御を手札に加えるっていう、マジぶっ壊れ最強アルティメット、ウルトラメガ、強カードのスキルなんですけども、この、カードなんですけど、これを、まあ、活躍させるために、ちょっといろいろ考えまして、何が一番ね、このハーピーの石を、使いやすいっていうか、この、墓地にハーピーカードを貯めやすいかっていう話なんですけども、冷静に考えてみて、ハーピークイーンじゃねと。結局、狩り場持ってこれるし、ハーピーカード墓地送れるし、こいつ自身ハーピーカードだから。これクイーンだなと思いまして、もうクイーン3積みしたら、ランクマ10連勝しました。はい。マジで規制とか何だったんですかね。1ミリたりとも弱くなってないし、なんなら、めちゃくちゃ強くなってるまである。他のデッキがね、ある程度、まあ、弱体化が入っておりますんで、まだまだハーピー強いなと思いましたね。使ってみてね。とりあえず皆さんも使ってみてください。マジで強いんで。はい。早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、4連勝中やるやん。根性、なるほど。こちら9連勝中なんで。連勝でマウント取っていくスタイルね。はい。だから、ダイナミストね。ダイナミスト強いよね。これ俺こんな強いデッキだと知らなかったわ。これ龍剣士とかと同じ時期に出たカードだと思うんですけど、OCG の方でね、ダイナミスト全然使ったことなくて、そもそもペンデラムテーマ俺ほとんど使ったことないから、OCG の方でデッキ組んでないから、自分でリンクスに来て初めて使ってみたんですけどね、ダイナミスト。俺こんな強いと思わなかったね。めちゃくちゃ強いよねこのデッキ。まあひたすらスピロスでダライトアタック中とめっちゃうざいんだけど、はいはい、スピノスいいだろう。スピノス来てもうたな。ハンド弱えな。ホーリーライヒバリア弱えな。弱えなこれ。これ非常に弱いが、これはちなみにあいつらね、破壊耐性と対象耐性あるんでね、実質サンダーブレイク効かないですよね。まあ、しゃーないんで、これでちょっとお茶に腰エンドして、でハーピスト捨てながらなんかホーリーライヒバリアで耐えるっていうことやりましょう。一応セットカードを割っていることは相手ないと思うんですよね、基本的には。はい、プレイします。OK。プロスヨス、OK。はい、スピロスの効果でもう1回、攻撃できるよっていう、2回攻撃できるよっていう効果を発動していく。で、ダイナミストチャージの効果で、フィードから、クストラッキーに戻る、送られるカードは手札に戻ると。めちゃくちゃ強い。で、まだペンデラム召喚もしていない。ペンデラム召喚もできる。さあ、これ、異常に強いですよ。まあ、とりあえずケラトップスはまあ、何もしないから別にまあよかったかなって。ゼンマイよ。あ、それはもうちょっとホーリーライフ打つしかねえや。ホーリーライフバリアで、ホーリーライフバリア効果。はい、サンダーブレイクでもよかったかな。サンダーブレイクでもあってほしいんだよね今。まあいいや、ホーリーライフバリアちょっと一回残しといた方がよかった説もあるが、まあちょっとサンダーブレイクはね、打ちどころタイムないから今サンダーブレイクの方でよかったかもしれないよ。はい、モンスターはベンジャーの召喚。はい、どうぞフレッシュオス、どうぞホーリーライフバリアでも知らないんで、はい、このターンは絶対に何のダメージもゼロになるからね。ホーリーライフバリアっていう希少いカードは皆さんも入れた方がいいですよ。このカードの採用理由、キモいからです。はい、ホーリーライフバリアっていうカードがキモいから入ってます。キモ、相手に使われてはキモっていうカードって使ったらめっちゃ強いんで、一応チャネラかな。一応チャネラですね。確かにハーピーカード一応あるんですけど、羽根休め、まあ、デッキトップでなんか適当なハーピーカード引けば、まあ、チャネラーでいいですし、最悪別に羽根休めをね、
あの捨てることになってしまったとしてもギリ許せるんで。許せねえ、許せねえ、マジ許せねえし、許せねえんだけど。まあでもヒステリックサインは捨てられればいい、強いからまあワンチャンか。でチャネラー召喚でしょ、でチャネラー効果発動で羽休め捨てるしかないね。でパフィーマだ、一応これでパフューマー特殊して、で持ってきて展開。このターンでこのセットかな。でパフューマー効果、パフューマー効果を使い、ハーピーレディ3姉妹の名前が記されたカードを持ってくることができる、カリバーを持ってくるスタイルか。でカリバー持ってくるからのカリバー発動する、ちょっと後ろバンバン割っていきましょう。もう鬱陶しいんで、もう鬱陶しいから後ろをバンバン割っていくスタイルで、はいはい。 SC カリバ発動、カリバ効果でプレシオス君でいいのかな。対象に取った効果を無効にできる、あ、オッケー。だからプレシオス一回無効、無効っていうか破壊する、プレシオス破壊、あのペンデラムスケール破壊っていうかチャージ破壊で、とりあえずハーピネディスクラッチクラッシュの効果も発動していく、相手のゼンマイ用をバウンスしていく、はいはい、オッケー。ああ代わりに破壊される効果ね、代わりに破壊してもう一回戻すよみたいな効果がある、確か、はい。でダイナミックチャージの効果でも持ってくる、あれはターン1、はい、オッケー。で、あ、石あんじゃん、やべえ。じゃあああれだ、仮間持ってくるよねえわこれ、これあの万華鏡で終わった、だって羽根棒やるもん。あの全部破壊される場合はあれ顔に破壊できないでしょ多分。で万華鏡でしょ、で万華鏡をぶち込むじゃないです、それサンダーブレイクぶち込むのいいか、サンダーブレイクぶち込んで相手破壊しちゃうんですか、サンダーブレイク、はい、さよなら。ちょっと待って、え待って待って、なんかえこんな動けんのこのデッキ、まだこんな動けんの、これダメじゃないこれ、規制されたんじゃないのこのデッキ、どこが規制されてんだよ、10連勝したぞ。さあお相手の方、え何そのスキル、すべての王を滑る地獄の重鎮は、ヘルアーマゲドンが1枚追加する状態で、ああそのタイプか、なるほど、ルネクサできた、ヘルアーマゲドン1枚追加する、なるほど、はいはい、ペンデラムモンスターカードが2枚以上で、あーなるほどね、はい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 、そういうやつ、了解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 、地獄門の契約書、はい了解、強い、はい OK、 いいだろう、バルキリーがあるかどうかだな、あのカリバーじゃないので、まあ、バルキリーを初手から、まあ、なんかパチパチ割っていけるっていう展開はできないわけですよこちらね、なのでまあそれはなんとかしていきたいというところ、まあ、これホーリーライフバリアとかで一応耐えていくっていうね、まあ、そういうデッキなんですけど、カリバが割られるからね基本的に、それがちょっとねあの弱かったんだけど、これこっちちゃんと持ってくるタイプだし、あとハーピーの羽根防止するし、なんなら、はい、なるほど、はい、でハウリング召喚ね、でアポカリプスを墓地から蘇生ね、アポカリプスをカオスアポカリプスを墓地から特殊召喚していく、で73で10か、はいはい、なるほど、あんまり強くねえな、やっぱ7このあの、ね、ペンデラゴンモンスター墓地行かないからあんまり強くないんだよね、これあのペンデラゴンの方が強かったですこれ多分。そしたらねテムジンからあの3体並んでねめっちゃ強い動きできたと思うんだけど、ってことはあれバルキリーの契約書でも大丈夫だ、あーターンエンド、マジマジ、分からせるか、アルティメント分からせムーブ入るか、とりあえずハーピーチャネラーを召喚で、ハーピーチャネラーの効果発動で、ハーピーチャネラーの効果発動して、でチャネラーからのパフューマー、はい、はい、でパフューマー効果、パフューマー効果でまあカリパでもいいけど、これ展開した方が勝ちだと思うんだよな、2体もう追加で展開できるんで、これは万華鏡でいいか、万華鏡でいいや、万華鏡でいいや、2体展開して万華鏡だな、でハーピー SC、 はい、なんか3002体並んでんのにさ、このモンスター2枚とも2面処理して1キル取れちゃう、このデッキやっぱおかしくないですかね、
で万劇を発動するでしょ。で、まあ、とりあえずハーピーでディスカッションもここも発動するわな。で相手のモンスターお帰りいただくわな。一旦面接不合格、面接が不合格、はい、お帰りいただいて、はい、一時面接不合格エントリーシート提出失敗で、ヒステリックサイン発動、ヒステリックサインの効果で、ぼっちからいいか、ぼっちからいいよ、パフィーマ出てくるかもしれないしね、次のパーティーで、万華鏡を華麗なる分身発動、万華鏡を華麗なる分身によってサイブボンテージを特殊召喚、はい、で、2体でエクシーズ、デッドリーシーン、はいはいはい、一応オルトロスだったら耐えれますけどね、相手ギリギリギリ弱い方から、はい、お疲れ様でした。強すぎるんごね、このデッキ。さあ、お相手の方変態仮面くん、よろしくお願いします。ビール3倍行くわよ。弱え、ゲボ弱え、ゲボってる、これマジでマジゲボ弱え、こうするしかないのマジ弱え。これだったらまだね、チャンネラーじゃなくて、あのハーピストとかの方が強いですよね。ハーピーカードがないっていう、まあ、地獄みたいなハンドが来てるんですけど、まあ、頑張りましょう。サンダーブレイクで、サンダーブレイクを捨てるっていうのが地獄みたいなことが起きますけども、セットしてエンドしていく、はい、結局ね、結局なんかサンダーブレイクとかハオリライバリアンの捨てるコストが弱くない、弱いときついという、はい、取引、あ、なるほど、これヒステリックサインで、あ、ちょっと嫁から電話きた、え、もしもし、あ、そっか、ちょっと待って、今ちょっと撮影してんだわ、ちょっと待って、この対戦終わったら行くわ、どんぐらいだろう、まだ多分5分から10分ぐらい、うん、はい、やばい、ちょっと待って、なんか嫁からなんか子供の面倒を見てろって言われた、まずい、ちょっと早く終わらさなければ、一瞬で殺したい、サンダーブレイクで、あ、楽、やばい、マジスペクター楽、やばい、次世代の呼吸と来た、このカードはモンスターゾーンに存在する限り相手のことは立ち直らず、相手のことは剥がされない、やばい、次世代型呼吸と来た、まずい、いや、よろしくない、バトルメイズ、うわ、絶対これなんかあるやん、なんだこれ、イージーチューニングか、うーわ、え、これバもちろん何やる、アーサシンライデン見てなかった、うわー、2900対象に取れず効果では破壊されない、回答ありません。ですね、このデッキソロモンスターに対して回答がありません、はい、回答を用意してございません、あいや、無理、もう2900のタヌキ越せねえんだわこのデッキ、やべえわやっぱこのカード、ちょっと一回何だったか答えますよ、狩り場で、はい、こういうことでした。マジスペクター完全に環境ですね。